い、皆さん、こんにちは。ナノ番組のナノンです。今回のモジナリコーダー、なんと妹はもうちょっと疲れたって言われたんで、私一人で撮っていきたいと思います。3回やってるんですけれども、一番初めの動画見てない方見てきてください。一番初めから見ると多分私のこの顔がどう変化してるのか分かりやすくなると思うんで、一番初めの動画見て、一番初めのメイクした動画からスクショしていきましょう。そしたらこう変わるから、キラン。今日はですね、大丈夫、途中から妹、あ、でも一番初めよ、見て見て見て、みんな変わったの気づかない、とリビング行ったら、大丈夫、タヌキじゃんって言われて、確かにタヌキだなって思って、そこから爆笑して、直してあげるねって言われて、ちょこっとだけ直してもらいました。でないのね、こっちは直してもらってない、こっちは直してもらってない、こっちだけ直してもらった、分かるようにビフォーダフターが、あれだね、なんかほんとパッチリ二重みたいな、パッチリ。こっちは最近一重になることが多いんですよ、だからピン止めでグサッてやってこう二重に直してます。あと見て、これ平成生まれの9人グループが VS 嵐でやってたんで、私もやってみました。私もやってみました。いいね、これ夏の大三角です。そう、見て見て、夏の大三角形、これでしょ、これでしょ、おしゃべり袋、これで、はい、夏の大三角形になりますね。これで君はテストのカンニングができるね、おめでとう。いや、鏡教室いないからカンニングはできない。ぜひ皆さんも涙袋書いてみてください。そしてまだまだ付け足してもらいました。わかるかな、何が違うか。こっちの目、そうです、なんかアイラインっていうのはどの線を引きました、全然引いてるかないけど、何したんだろう、わかんないけど、ちょっとちょっと来てって言われて、うんって言ってやってもらったら変わりましたね。あれだね、目はいじったらでかくなるね。それではキャベバイ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 、今度カラコンするから楽しみにしててね。ちょっと今だけ結構さんね、はい、皆さん、こんにちは、ノイロン番組のノイロンです。見て、カラコン入れてみて、今度入れてみてやるんだけれども、で、今試しでやってみてるんだけど、あ、全然さ、あれだね、なんか視点が合ってないよね、気持ち悪いでしょ、怖いでしょ。今日はこれでノイロンのカラコンスノー缶を開けると思います。ってことで、今からスノーを取りまくるんですよ、面白いスノーを。ノイロンの今のさ、アイコンあんじゃん、丸い、あれをちょっとアイコン変えたいなと思いまして、面白いやついっぱいバシバシ取ってきます。すごい怖くない？ちょっとずれてるね、こっち。